はい、どうも皆さん、こんにちは、うずこです。それでは今回なんですけども、みんなの銀行サービス開始。今なら誰でも1000円もらえます。インストール方法など解説ということで、今回は昨日のライブ配信でもコメントをいただきました、みんなの銀行というサービスについてですね。この動画では、みんなの銀行のサービスについての解説と、今始めると誰でも1000円がもらえるキャンペーンについてお伝えします。結構サービスとしたら面白いものとなっていますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 まあ、こちらがですね、今お伝えしたみんなの銀行というサービスのクイックペイで使えたりとか、今これ Apple ペイに設定している画面なんですけども、そもそもですね、このみんなの銀行って何のサービスっていう風に思うと思うんですが、まあ、公式ページを見ながらね、お伝えしていこうと思うんですけども、こちらのサービス、お金の SNS 始まるということで、App Store iPhone でも使えたりとか、Google ペイにも対応しているので、Android も利用することができるサービスとなっております。まあ、ページを見る限り色々特徴がありまして、ウォレットっていうサービスであったりとか、ボックスって っていうサービスであったりとかあとデビットカードのサービスもあったりとかあとレコードっていうんですかね他にもカバーっていうサービスであったりとかまあそういったいろんなサービスがねふんだんに備わってるようなまあ、銀行という感じのイメージで大丈夫ですでまあ会社概要もちょっと一部見てほしいんですけどもこの右下にですねクリックするところがあるんですがまあ、ここの会社概要がずらーっと出てきますどんなね会社情報なのかということで情報が出てくるんですけども僕びっくりしたのこれね所在地福岡中央区中州西中っていうことでまさか福岡 福岡の会社だとは思わななかかったたですねなおかつねおつ株株主を見たら株式まあ、福岡フィナンシャルグループとっていうのはこういったもので、まあ、福岡に住んでる方であれば、もうほとんどの方聞いたことあるのかなと思うんですけども、まあ、福岡フィナンシャルグループの一部としてであれば、福銀であったりとか、熊本銀行とか、まあ、そういったものが備わってると。で、この真ん中下にね、みんなの銀行も入ってるということで、まあ、信頼度としたらかなり強いのかなというふうに思います。まあ、公式ページを見た感じで、僕なりに主な特徴 とということで3つに小分けしてみました例えばなんですけどもま丸1、デビットカード利用が可能ということで、これね、先ほどの公式ページに載ってたんですが、Apple Pay にも設定できたりとか、Google Pay にも設定ができまして、いわゆるクイックペイでの決済ができるようなサービスとなってます。他にも、カードレスで入所金が可能となってまして、最近よく聞くスマホ ATM ですね、セブン銀行 ATM を使って現金の引き出しが可能と。そしてもう一つ、プレミアム会員というものがあるんですが、これ1年間無料のサービスとなってまして、これがですね、かなりお得 になってますで、そのプレミアムっていうサービスがどれぐらいお得なのかっていうことなんですがこれは結構公式ページの方が分かりやすいので一緒に見ていきましょうプレミアムさらにお金に悩まなくなるプレミアムサービスあれこれ便利な機能が使えて月額わずか600円解約もいつでもできますということで一瞬聞くとねえー、600円かかるのっていうふうに思うかもしれないんですが今ねここちらっと出てるようにアップグレードから1年間無料で利用可能ということでこれ で、後ほどね、僕も実際に1年間無料のこのアップグレードを行ってますんで、そちらを参考にしていただければと思います。で、このプレミアムサービスの特徴っていうのが大きくこのように3つに分かれております。振込 ATM 出勤手数料がお得にということで、他校への振込手数料が月10回まで、そして ATM の出勤手数料がなんと月15回まで無料になってると、これすごいですよね。で、次にキャッシュバック率が5倍に、デビットカードがご利用金額の1%がキャッシュバックされますということで、通常の還元率が0.2%還元なんで、 ですけどもななんんと還還元元率が1%還元になるんですすすよね、まあ、分かりりやすい比較表も出ておりますプレミアム会員以外の方、そしてプレミアム会員今なら1年間無料ということで、サービス料としたら一応ね、プレミアム会員じゃない方はもちろん0円なんですけども、プレミアム会員の方は月額600円ですけども、1年間無料と。で、他行への振り込み手数料が、通常であれば普通の方はね、1回に200円かかるみたいなんですが、プレミアム会員の方であれば、月なんと10回まで無料。それ以降に関しては200円、1回に200円かかる。 な,るとなので、まあ、例えばなんですけども、今回ね、スマホ ATM、セブン銀行 ATM を使って、 で、まあ、このみんなの銀行へのチャージを行うと。そこからタコを当てに振り込みを実施したら、手数料1年間だけ無料になりまして、これが月に10回までできるということになりますんで、もしね、お金を移動させるとか、まあ、そういったことがある場合に関したら、まあ、こういった方法を使って、このサービスを利用してみてもかなりありなんじゃないかなと思います。で、ATM の出勤手数料についても、通常であれば110円かかるんですが、プレミアム会員の方であれば、1年間の間、月15回まで無料と。それ以降に関しては110円かかると。で還元率 なんですけどもデビットカードキャッシュバック率ということで、まあ、先ほどね動画の冒頭でもお伝えした Apple Pay に設定した、まあ、クイックペイとかで決済しても通常であれば0.2%還元なんですけどもなんと1%還元になると あとはレコードというサービスであったりとかカバーといったサービス。これらがね、プレミアム会員の方であれば使えるっていう感じなので、まあ今であればこの1年間無料をうまく使って、このプレミアム会員に入ってみるっていう価値は個人的にはありかなというふうに思ってます。で、実際のインストールから Apple Pay の設定とプレミアム会員になるまでなんですけども、めちゃくちゃ簡単です。まずみんなの銀行を App Store からインストールします。一応インストールリンク概要欄に貼っておきます。この入手をタップして、 で、うまくね、インストールできましたら、このような画面が出てきます。で、これはね、下の始めるっていうところをタップしていただくと、ログインか新規講座解説の画面が出てくるので、今回は新規講座解説をタップします。そしたら、本人確認書類をね、準備していただくので、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、あとは重機カードとか、まあそういったものを準備していただいて、次に進みます。講座解説に関するね、規約を同意していただく必要があるので、この同意する項目をタップしていただいて、 ここにチェックを入れて次へをタップします。で、今ね、このような画面が出てるんですけども、この画面に入る前に、一応運転免許証の表面と裏面を撮影して、今次にこの画面が出ております。いわゆるね、あのー、本人確認書類を持って、ごじ、自分自身と本人確認書類が打つように、撮影をする必要があります。で、そのままね、次に進むと、まあ、僕がね、行ったのがちょうど昼過ぎぐらいだったので、めちゃくちゃ混んでたんですよ。もう本当にこれ繋がらなくて、 おそらくね、僕と同じ時間帯に進んだ方はね、この画面がずっと出てたような気がすると思うんですが、おそらく時間帯とか日によって、まあ、混み具合がね、変わるかもしれないんですが、まあ、ちょっとそこら辺はご自身で調節してみてください。僕はちょっとね、2、30分くらい待ちましたね。 で、うまく進むと、ここの上に本人確認中ですっていう風に出るので、ここまで進んば、とりあえず確認してま、してもらってるような状態となります。で、うまくね、本人確認が終了したら、この1、2、3、4番のステップが終わって、ログイン設定に入るので、このまま次へをタップします。そしたらこれでね、本人確認が完了しましたと出るので、次へをタップします。 で次にねお好きな視点を選択してくださいっていうねまさかね自分自身で視点を選ぶことができるのでとりあえずいろんな候補が出てるんでご自身で好きな視点を選んで次に進んでください。 で、ここで今回のね、1000円がもらえるキャンペーンのポイントとなるとこなんですが、ここで招待コードを入れていただく必要があります。で、うまくね、招待コードを入力したら、この1000円プレゼントっていうところにチェックが入るんですけども、とりあえずね、僕の招待コードこちらのコードとなってますんで、まあ、使っていただければテンションが上がります。概要欄にこちら貼っておきます。で、その1000円に関したら、一応早くて講座開設した翌日に付与されるっていう風に公式ページに出ておりましたので、すぐ付与されるわけではないので、ここは気をつけてください。で、そのままね、 これここそのままここに入力した状態で次絵をタップしていただくとこれでねトップページが出てきます一応これで設定もろもろは完了となる という感じなんですけども、次にですね、Apple Pay の設定を行いたいと思いますんで、ここのね、下のメニューをですね、タップしていただくと、このようなメニュー画面が4つ出てきます。デビットカードを使う、ポーザ上保育保持する、振込する、ATM 入出金するということで、まあ、先ほどお伝えしたね、特徴のところがこのまま出てるような感じになるんですけども、今回はこのデビットカードを使うをタップします。そしたらね、ここでキャッシュレス決済もネットショッピングもデビットカードで完結、年会費は無料ですということで、このまま画面を進んでいただくと、Apple Pay の設定に 切りり替わりますおそらく、Google Pay を使っている方は Google Pay の設定画面が出てくると思うんですけども、このままね、Apple Pay を設定するをタップしていただくと、みんなの銀行のクイックペイ、 アップルペイの設定が完了ということになります。クイックペイの決済ができたりとか、あと JCB デビットとして、ま、決済することができるということになります。ちなみにカード情報に関したら、こんなような画面が出てくるので、名義人とかカード番号、セキュリティーコード、有効基金が出てきますんで、ネットショッピングでも利用可能ということになってます。まあ、ちょっとね、検証はしてないんですけども、モバイル Suica とか、まあ、そこら辺でも使えるんじゃないかなというふうにも予想しております。で、続きまして、先ほどのプレミアム会員のなり方なんですけども、この画面から右上の人型のマークのところ、 タップしていただくとこのような画面が出てきます。もうこのままポップアップが出てますね。プレミアムサービスなら手数料がお得っていうことでこれをタップすると プレミアム会員の入会する画面が出てくるので、これをね、画面を下に下がっていただくと、同じように、規約の同意するところをタップしていただいて、その後にチェックを入れていただいて、600円付きアップグレードするっていうところをタップすると、Apple Pay の決済の画面が出てきます。一応ね、ここにも出てる,出てるように、トライアル1年間無料、価格が2022年5月の28日以降に600円付きにかかりますよというふうにしっかりと出てますんで、とりあえずね、ご自身が持っているカレンダーとかに、来年のスケジュールとかにも先にね、この日に もし解約される方はま設定していただいてもいいと思いますしまずっと使われる方はねこのまま何も気にせず入会していただいてもいいと思いますで僕の場合はここでダブルクリックをしてサブスクリプションに登録をしてプレミアム会員の設定が完了ということになります先ほど出てなかったね手数料無料残りっていうのがカウント数が出てまして ATM 出金が15回 あと振込10回というようなこんなメニューが出てますんでここまで来ればプレミアム会員の設定ができたということになりますってことでね今日お伝えしたこと簡単なんですけどもまとめるととりあえずこのみんなの銀行 についててはデビットカードととしてまあ利用することもで、きますしカードレスでで入所金可能初めてならね、この1年間無料でプレミアム会員がかなりお得なんじゃないかなと思います。もちろん無理になる必要はないんですけども、もしね、このサービス利用された方は、1年間無料をうまく使ってもいいと思います。そして、先ほどお伝えした、今なら1000円分がタダでもらえるということですね。ですけども、今回これ、おそらくキャンペーンだと思うので、この動画を見たのが結構後々になって、ま、それがね、まだこの1000円分のキャンペーンがまだ残ってるかどうかっていうのは定かではないので、ここは気をつけてください。 まあそんなこんなで今回はこのみんなの銀行についてのサービス簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。いやほんとね、昨日のライブ配信をして思ったんですけども、ちょっとアーカイブは残してないんですが、やはりこうライブ配信って本当にね、結構リアルタイムでいろんな情報を共有することができますんで、またね、ちょっと気まぐれにやっていこうかなと思ってます。まあ、今回のね、みんなの銀行についての情報をいただいた視聴者さん、本当に情報ありがとうございます。 で、今回お伝えさせていただいたみんなの銀行についての招待コード、そして公式リンクも概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃいましたら、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。